こんにちは、水菜です、今日はちょっとアップデートの件で急遽動画を撮っているので昼間なもんでご近所さんの声とか飛行機の音とか入っちゃうかもしれませんがご了承ください。 Zoom のお知らせがちょっと前から来ていて、私も前に一斉アップデートの動画を出しているんですけれども、ちょっと今日はサクサクっとね、アップデートの仕方とここだけ注意してねっていうところだけ手短にお話ししたいと思います。5月31日以降Zoom は 5.0 以降のバージョンじゃないと使えなくなるみたいなので、今まで Zoom のアップデートをしたことがないという方は今日のうちにアップデートしておいてください。アップデートの仕方とか自分のバージョンの確認の仕方なんですけれども、自分のバージョンの確認は Zoom のアプリからします。はい、こちらにバージョンがね書いてあるんですね。で、アカウント持っている方はサインインすればアップデートできるんですけれども、持ってない方もいらっしゃると思うので、そちらのやり方を説明します。まず Zoom のサイトにアクセスしましょう。こちらのダウンロードっていうページのリンクを動画の下に貼っておきますので、そちらからアクセスしてみてください。このページを開くとこのようにダウンロードっていう、もうZoom を初めてやった時と同じですね。このダウンロードをクリックして、ダウンロードされたものをポチッとクリックするだけです。はい、そうするとインストールが始まります。Microsoft の Edge の方はここにね、保存とか実行とか出ると思うので、実行をクリックしてください。はい、そうするとこのように 5.0.4 になりました。これでもうアップデートは終わりです。それから、スマホとかタブレットなんですけれども、iPhone で説明しますが、この App Store に行って、まあ一番楽なのはね、ここで Zoom を検索します。はい、そしてこの Zoom Cloud Meetings っていうアプリがもうすでにインストールされていると思うので、このアップデートっていうところをタップします。まあこの丸がグリッと一周完了して開くってなればアップデートの完了です。iPhone も同じです。Android の方も手順は同じですので参考にしてください。前からアップデートしていて 5.0.1 とか 5.0.3 ぐらいになってたんだけど 5.0.4 にアップデートしたよっていう方はいいんですけど、前の 4. 点いくつから 5.0.4 にアップデートした方はちょっと仕様が変わっていたりするので注意してください。ここに招待っていうアイコンがあったと思うんですけれども、セキュリティっていうアイコンに変わっていて招待のアイコンがなくなってます。一番注意しなくちゃいけないのが、この待機室を有効かっていうところにデフォルトでチェックが入っています。この待機室は何かっていうと、参加者さんがいきなりミーティングルームに入るのではなくて、一旦待機室に入ってから主催者さんの許可をもらってミーティングルームに入るっていう流れになりますので、まあ、主催者さんが必ずね、許可するっていうところをポチッとしてあげなくてはいけないので、そこを注意してください。招待のアイコンどこ行っちゃったのとか、もろもろ詳しい説明は別の動画を用意してありますので、そちらをご覧になってください。取り急ぎアップデートの仕方の動画でした。以上です。